コロナ禍を経て声出し応援が再開。2023ユーキャン新語・流行語大賞トップ10に選出されるなど、今声を出して応援することでパワーをもらっている人がたくさんいます。この番組では大学の応援団を紹介。どんな状況でも勝利を信じ応援する応援団のパワーの源とは、頑張るのために頑張る人を応援、輝く応援団。こんばんは、土屋ほのかです。私は学生時代明治大学応援団に所属していました。今回ご紹介するのは東京大学。芥川龍之介や佐藤栄作、最近では昨年紅白出場も果たした北に達也など、さまざまなジャンルで活躍する卒業生を輩出。そんな東京大学の運動会応援部は昭和22年に誕生。6大学の中で一番最後に応援団が誕生し、東大に応援団生まれるなどと新聞で報じられることもありました。東京大学運動会応援部、まずはリーダーの練習にお邪魔してみましょう。一体感のある雰囲気ですね。そんな中、鋭い目つきで団員たちを見ている主将長尾翼くん。他の大学に負けない東京大学運動会応援部の強みを聞かせてください。劣勢の展開での応援の熱というか、他の大学はまあ失礼ですけど1点差で負けてたらもう負けだみたいな、まあ、兵部はあの20点差で負けていようが最後まで勝つと信じて応援しているので、絶対に諦めない力、そこは圧倒的に強いと思っています。応援で大事にしていることは何ですか？選手を裏切らない、選手に対して真心が大事だなと思っていて、試合展開によって出れる選手が変わってくると思っていて、まあ、負けてる展開だからこそ投げられる4年生の選手だったりとか、そういった方がいるので、試合展開に関わらず出てくる選手を応援し続ける。これが私の応援のポリシーです。続いては吹奏楽団。力強い演奏が印象的です。指揮者を務めるのは久保明くん。演奏会などさまざまな活動の中で応援に対して心がけていることを聞かせてください。応援部吹奏楽団の活動としては、座って行う演奏と、あと我々マーチングと、あと応援、この3つの活動があるんですけれども、私はどれも応援という意味では共通していると考えていて、私の中では応援というのを人の心を動かす、まあ、そういうふうに定義しており、聞いてくださるお客様であったり選手、そういった方々の心を動かして、まあ、簡単な言葉で言えば感動させるような、そういった演奏を心がけております。応援をしていて喜びを感じる瞬間はいつですか？実際応援って、まあ、選手を応援するだけだというふうに、まあ、思われがちかなと思うんですけれども、実際にはその場にいるお客様だったり、まあ、部員、まあ、いろいろな方々と一緒に盛り上がるっていうのがすごい一つ醍醐味だと思っておりまして、そこで、まあ、数々のいろんな展開だったり試合経験しましたけれども、やはりいいプレーが出た時であったり得点した時、まあ、そういった時にお客様と一緒に分け隔てなくやったって喜ぶ瞬間、それぞれが一番これまで印象に残っています。続いてはチアリーダーズ。リーダー同様、こちらも一体感がありますね。練習中もずっと笑顔なのが印象的な新人監督丸山ほのかさん。新人監督とはどういった役割ですか？主に2種類の役割があって、下級生を動かしたりとか、主に自分が先頭となって新人会を作り上げていきます。でもう一つは、入ってくれた新入部員、また、下級生のフォローとかをする役職になってます。チ
チアリーダーズのお姉さん的存在ですね。厳しい部活においてやはり下級生をしっかり面倒見る役割が必要だと思うので、自分がその役割を担っております。練習中もずっと笑顔の丸山さん、心がけていることはありますか？常に笑顔で踊ることを意識しています。本番で笑顔で踊り切るためにも、やっぱりずっと練習の時から笑顔でいることが大事だと思うので、とても心がけています。最後に東京大学運動会応援部の演舞を見せていただきましょう。パワーがある東京大学運動会応援部の皆さんを通じて熱いパワーをいただきました。この番組の応援団、応援ありがとうございました。次回の輝く応援団は立教大学。